ケ大賞21この後すぐ。触れ合いは心をつなぐ、触れ合いは思いをつなぐ、触れ合う人の真ん中に触れ合い層のサンセルモ玉泉院。企業をつなぐ平成願書。土木、建築、公共工事など技術に優れたスタッフだから必ずあなたのお役に立ちます。首都圏全域をネットワーク、市川地商。千葉テレビカラオケ大賞21司会の湯原正幸です。アシスタントの椎名恵美です。よろしくお願いします。今日もたくさんのお客様ありがとう。審査員の先生方ご紹介いたしましょう。審査員長伊藤真先生、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。どうしたどうした、なんかかっこいい感じの2枚目で決め、イメチェンですかね。いや、元に戻りましたね。はい、審査員は影山武之先生、こんばんは。こんばんは、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。歌のお客様ご紹介しましょう。島津恵子さんご登場。はい、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。まずは皆さんの歌を審査員席で聴いてあげてください。はい、はい、よろしくどうぞ。以上のメンバーでお届けいたします。では会場の皆さんもご紹介いたしましょう。はい、はい、いらっしゃいませ。この番組は第一願書千葉製作所、 SK グループ、地商土木、山田工務所、サンセルモ、市原地商、市川地商、新生企業ソラテックとご覧のスポンサーの提供でお送りします。後ろの皆さんもいらっしゃい。じゃあ大きな声で今週も頑張るぞ、ご賞をいただいて番組を始めます。今週も頑張るぞ、イエーイ、いくぞ。 Thank you。 新生企業は様々な工場の皆様へ高度な技術力と数多くの経験で多様なニーズにお応えします。地域社会をバックアップする新生企業です。先進、快適、安心、卓越した技術力で今一つになる未来へ伸びゆく試験工業。私たちは建設、とび、仮設解体、プラント、土木工事に至るまで優れた人材を提供しています。西船企業。芸道55周年北島三郎コンサート2016、6月10日金曜日、松戸森のホール21大ホール。芸の道を極めた北島三郎渾身のステージ、ゲストに北山たけしも登場。ただいまご覧のプレイガイドでチケット好評発売中。お問い合わせはベルワールドミュージック03-3222-7982 まで。触れ合いは心をつなぐ、触れ合いは思いをつなぐ、触れ合う人の真ん中に触れ合い層のサンセルモ玉泉院。素晴らしい商品の数々をご紹介いたしましょう。どうぞ。今週のチャンピオンには革のジャパンより革のブランドオリジナルバッグを、スパ&リゾート九十九里犬吠埼太陽の里よりペアご招待券を、準優勝には全農パールライス千葉営業所よりパールライス典型米を、第3位には花キューピッド千葉より花と緑のギフト券を、千葉テレビ賞には亀田酒造より大吟醸見返り美人を、千葉テレビよりオリジナルクオカードを、熱演賞にはカラオケ大賞21協力展開より協力展進行券を、お菓子どころ袖ヶ浦よりオリジナルメイカ詰め合わせを、ゲスト賞には島津悦子さんより CD とノベルティを、努力賞には北村写真館よりフォトアルバムを。なお
熱演賞、千葉テレビ賞、ゲスト賞の方にはショッピングセンターパルナ、道の駅、水の里さわらより季節の朝どれ新鮮野菜の詰め合わせをお持ち帰りいただきます。応援賞にはぬれせんべいの石神よりオリジナル商品を、参加賞として全員の皆様に花グループデリシャスハーツより飲む野菜 100% 観賞若葉水曜青汁を、ミューズより月刊カラオケファンを、本坊酒造株式会社より IWSC2013 最高金賞およびトロフィーを受賞した荒技桜島を、審査員特別賞には UU モデルよりオリジナル商品券1万円分を、モルゲン介護タクシーよりガソリンプリペイドカード5000円分を、また180点以上獲得された方に関東初歯科医院風呂割烹旅館清人よりお食事券付きペアご宿泊券を、なお各賞の盾とトロフィーは丸井商会よりご提供いただいております。そしてカラオケ大賞21では第一交渉のご協力によりライブダムスタジアムを使用しております。では1番目の方からご紹介いたします。はい、芝山町ニューオリンピッククラブ音楽サロンのパッサージュ推薦、西田貴則さんです。はい、貴則さんいらっしゃい。こんばんは。さあ、はい、タカちゃんはお酒はどのぐらい飲みますか？お酒、うん、何が好き？そもそも焼酎ですね。焼酎が好き。焼酎のお祝いですね。お祝い、いいですね。なんかいわゆる大会とかこういうテレビに出る日の前後によく飲まれるってアンケートに書いてありました。はいはいはい。どうしてそうなっちゃうの？やっぱりリラックスしたいっていう。でもだいぶ小指はリラックスしてますよ、これ、うん、これね、はい。西田貴則さんに歌っていただきます。歌は木原武さんの越後雪歌、どうぞ。花壇明け、この秋くれりゃなまりいのした伸ばしてからいつ出ようかと思ってずっと待ってました。はい、得点見てまいりましょう。さあトップバッターです、西田貴則さん。165点です。高得点拍手、伊藤先生。はい、どうでしたか今日は。うまく歌いましたか？そう、いつも通りだと思うんですか？あ、よかったよかったね。いつも通り歌えるっていうのはね、はいはい、普段練習されてどうしたんですか？いいんだよ。喧嘩しないように。あの非常によくお歌いになったというか声も出てらっしゃるし、でちょっと低いところが潜りがちなので、低い音の時は少し、しっかり声を出そうということをお考えになることで、ね、
音を結んでのんとか、出稼ぎ自宅のたとか拳を結構回されてるところが2箇所あって、はいはい、せっかくこんなに綺麗な拳があるんだから他でもお使いになったらいいのにと思ったんですね。あの最初あの稲穂はざがけの時、ここにまああの譜面上はざがけのがで拳マークがあるんで、ここを拳使われてなかったんで、あ、この方は拳は使われない方かなと思ったら後半になってあのしっかり回された。せっかくこれだけいい拳があるの なるのなら、そこここところどころであの拳を使われた方がいいと思う、はい、基本的にお上手な方ですからまだまだ点数伸びると思いますんで期待してます。ありがとうございます。はい、トップバッターですから、トップバッターの得点としてはあそこに最初に座れるんですよ。これ2番目3番目で点数が低いと座れないんですよ。でこの喜びをしたことはどんな気持ちですか。もう光栄です。 ありがとうございます。はい、じゃあバッターの特権です。お座りください。はい、いつも言うんですけどそこに座って5秒すると電気が走りますからベベベベベってしますから今日はちょっと出ないの。今日はもうちょっと出ないらしいです。安心してください。はい、出ます。はい、入ってますから、はい、それでは2番目の方ご紹介いたしましょう。はい、茂原市カラオケスタディオ&スクール P9 推薦、小高朱さん、千代美さんです。どうぞ。はい、お二人ご登場。はい、いらっしゃい。できましたね。とっつぁん久しぶりじゃん。どうも。おう、とっつぁん久しぶりなんだよ。気持ち悪いでしょうけどなかなか久しぶりなんだよね。なあ、本当にもうどうしてるこの人のためにね、私は千葉県中も夢になっちゃったよ。よかったね。なんかもうこの歌歌手としては出てこないのかい。出てくるよ。いつ頃出てくんだい。6月。あ、そう。で来月待ってるよ。はい、平山のとっつぁんです。拍手。ね、こういう縁談があって。で、こちらご夫婦でございます。はい、結婚して何十年。24だから65ぐらい。65ぐらい。ね。で、結婚してその、なんかさっき話聞いたら、私の方がアタックしたのよっていう話だそうです。これ、パッと見たとき、ご主人、第一印象、どんな感じでした。優しくて。あら。今も優しいの。今はちょっと、あららららら、ちょっと問題ね。でもこうやってもう何十年も一緒にいたらもうこのいわゆる情が行ったり来たりするわけね。はい、いいです。はい、お父さん、たまに愛してるって言ったことある。ない。ない。あ、今ねちょっと顔が引きつったぜ。こういう機会だから。うん、いや一言な。絶対そうですよ。え、 お名前何でしたっけ。千代美さん。千代美、愛してるよ、言って、いやもちろんです。ぜひみんなが見てんだから。そうですよ、通して、はい、ぜひちょっと、まあ、向かい合って、はい、千代美ちゃん、まだ早い、まだ早い。俺が3、2、1、9っつったら気持ちが溢れ出てますからね。はい、行きます。素敵ですよ。はい、どうぞ。3、2、1、9。千代美ちゃん愛してるよ。じゃあ私もよ、愛してるわ。私も愛してるよ。イエーイ。これでもう出来上がったようなもんだね。もう点数いっちゃっていいんじゃないですかね。見てやれんの、ほら船長と20年ぐらいのもう付き合いで、うん、タコのね、しゃぶしゃぶを、うん、食べてる。とっつぁんと仲いいんだ。うん、そうか。じゃあタコのおっつぁんよ、ね、いつもでも元気でね、みんなね。はい、じゃあ歌参りましょう。小高朱さん、千代美さんに歌っていただきます。歌は正木陽子さん、秋岡修二さん、酒人情。どうぞ。お前の衣装預かりながら、いつも黒子の家計の日、言えば喧嘩
白い色あったわありましてすまないねいいのよいいのよ夫婦円満の秘訣ってよく言うんですけど歌詞にもあったけどすまないねってのはいいねこれ一言でも全て丸く収まるような感じがするんですけど本気で歌ってましたか本気で歌ってたはい得点を見てまいりましょう岡田修さんそして奥様の千代美さん一体何点だ161点です、はい、よっしゃ神山先生はいどうもお疲れ様でしたいやとてもあの男性のねあの男側からするとあの優しさがとても出ていてそしてまた受けるあの奥様の方もあのその何というんですかあの言えば喧嘩になるけれどという詩がありますけどもそれを控えめな歌い方がとてもいいかなと思いましたね、はい、僕もたくさんのデュエットしてますけどこの具合にあの歌えればいいなと思うんですよねあとはもうあとは何て言うんでしょうもう今の歌い方で結構ですのであとリズム的なことちゃんとしっかりとメロディーに乗って歌われるともっと良くなるかなと思いましたねはい、はい、ありがとうございます島津悦子さんいかがでしたはいもう本当にこうほのぼのとしたなんか私までとっても幸せな気分になりましたで歌の直前にご主人があの奥様をねちょっとこうエスコートされたんですよそうですかもうあれ見ててうわ素敵お父さんと思いましたいい、ね、これからも長生きしてくださいねそうだねカラオケ大賞21コマーシャルな時に必要な人材を土木建築労務事業のパイオニア地商土木はグループ50社で地域産業に貢献しています誠実と信頼を第一にこれからも未来に向けて地域と人と社会のために地商土木創業昭和25年木造からビル建設リフォーム工事まで誠実信頼感謝で応える総合建設業山田工務所創業60年の山田工務所がリフォーム工事を徹底追求長年培った技術と実績を生かしてさまざまなご要望にお応えしますリフォームも山田工務所小立に佇む多田朝日森稲荷神社は商売繁盛の神様佐原香取インターより2分厄除けご祈願は多田朝日森稲荷神社へ最高の夜が待っている千葉テレマリーンズナイター今後の放送スケジュールはこちらマリーンズ選手が見せる熱いプレーを生中継昭和熱き心で紹介いたしましょうはい鎌ケ谷市ミュージックスタジオ宵歌推薦稲葉富江さんですはい富江ちゃんいらっしゃいはいこんばんはいつもの調子で頑張ってねそれ頑張れ頑張れトミーちゃん頑張れ頑張れトミーちゃんえいえいおーはいありがとう富江ちゃんのお仕事が不動産屋というふうに書いてありますが、はい、これ社長さんなさってるの主人が、うん会長でご主人が会長さんで、はい、息子が社長になりました社長だ、はい、じゃあ奥さんも会長さんになっちゃったのいやただの妻ですただの妻いいねでもさ不動産屋っていうのはやっぱりいろいろ苦労もあるんでしょうけども、ご主人と二人でこれまた二人三脚でやってこられたのねそうですかえ、なんという不動産屋さんですか稲葉商事です稲葉商事 まあ、どこにあるんですか矢柱の駅前ですあ矢柱の駅前あの角曲がったら交番があるところでしょいい加減なこと言ってますはい歌参りましょう稲葉富江さんに歌っていただきます歌は三船和子さんの旦那様どうぞ
袋を見せずに隠していたい。私の大事な旦那様、あなたはいつでも気の当たる。表通りを歩いてほしい。はい、ありがとうございました。私の大事な旦那様、はい、いい歌ですね。得点見てまいりましょう、うん、さあ3番目です。稲葉富江さん一体やったー。伊藤先生、はい、今日は旦那様は、旦那様はお家です。お家です、はい、ね、せっかくこんないい点が出たのにご主人に見せてあげたかったですね。まずやっぱりすごく丁寧にねお歌いになってて、まずリズムもいいし、まあ、私の大事な旦那様、ここのリズムが非常に良かったので、うん、次のあなたはいつでも、ここ少しちょっと遅れ気味だったんですが、私の大事な旦那様というこの一番この歌のキーポイントのところを非常にしっかりお歌になって、しかも少しこう声色を旦那様のところでちょっと声を変えられて、うん、そういうテクニックもおありになって、これこの歌は結構昔からお歌いになってるんですか？長く歌ってます。演歌がお好き？うん、いいの。結構無口な方なんですね。私がつい喋っちゃうんですよ。ね、最後の方でね、ちょっと歩いてほしいの伸ばしのところでちょっと音が下がったりしたんで、もう少し息は大きく吸おうと思われた方がいいかもしれないけれども、うん、非常にいい出来だったと思います。そうですか、はい、はい、西田貴教さん、残念ながら稲葉富江さんと握手してお別れください。はい、西田さんにも拍手、また来てね。ありがとうございました、はい、お疲れさん。さあ、新チャンピオンは167点、はい、高いですよ、これは高得点ですね。はい、お座りください。はい、座ったら電流流れますよ。ビリビリビリ、はい、はい、では4番目の方ご紹介いたしましょう。はい、市川市カラオケ喫茶オルゴール推薦、高橋良一さんです。どうぞ。はい、良一さんどうぞ。よいし、良ちゃん優勝おめでとう。あ、待って待って、マイク渡すから。出場おめでとう。あんた3回目の出場でしょ。今回は入賞目指して頑張ってくれよ。おめえばっかりのために完璧に歌いましょう。えいえいおー、もう一度えいえいおー。ありがとうございました。いつもマスター長い。ということで、さあ杉本さんの話が出ましたけど、はい、まあ、杉本さんと同級生なの？同級生なんです。ね、で、まあ、マスターのとこのお店にしょっちゅう彼も来てるし、はい、ご本人も行ってて、はい、結構何今言ったみたいに教えてくれてる。もうたまにカラオケが好きで一緒に行って、お前ちょっとここ直した方がいいよとか言って、全然ダメだっていう。あ、そうなの。はい、まあそういうことで直伝でございますから、はい、じゃあ今日は歌うのはもちろん僕の歌ですよね。サンクスです。ということで杉本さんの歌です。高橋良一さんに歌っていただきます。歌は杉本雅人さん、サンクス、さらば良き友。どうぞ。今すぐ会いに来いよ、星から降りて来いよ、お前とよく来た居酒屋、俺一人で飲んだくれているから、親友などと軽く名付けてしまうものか、続きに
よく似た絆、もう人生すれ違いもしないさ。ありがとうと両手を、やっと合わせられる。胸にうずく場所がまた一つ増えた。はい、ありがとうございました。うん、確かに杉本さんの曲ですね。喉大丈夫？大丈夫です。上がりました。はい、得点見てまいりましょう。4番目です。高橋良一さん、一体何点だ？165点です。惜しいな。はい、握手。谷山先生、お願いします。はい、とてもあのリズムのノリなんかはねとてもいいんですけども、言葉のあのなんていうんでしょうかね、張りがちょっと弱いですよね。張りが弱い、弱い。だから、うん、今すぐ会いに、寝不足なもんでって言い訳してますけど、はい、だから今すぐ会いに来いよとか言うときに、ただ歌うんじゃなくてやっぱ来いよという語る、来いよ、うん、語りの歌にしていただいて、うん、そして、中間のありがとうというところからもう少しあの色濃くあの表現をされるといいかなと思いますね。はい、全体的にはもうリズムもノリもいいし声もいいですから、はい、そこら辺のところだけだと思いますよね。はあ、はい、もうちょっとあの杉本雅人さんになりきると、あ、それも大事なことですよね。大事なことです。大事なことです。はい、はい、島田さんいかがでした？はい、なんかすごくこう歌ってらっしゃるお姿も優しそうで、あのこの歌ってあの作家の千秋先生と杉本先生の共通の友人の方が亡くなって、大好きな友人の方が亡くなって、はい、で鎮魂歌ですよ ね、 そうですね。もうでもとても気持ち伝わってきました。はい、カラオケ大賞21コマーシャル。袖ヶ浦市のぞみのはなぜ今話題なの？お答えします。東京湾アクアラインで首都圏が近く、通勤にも便利で自然が豊富、南ひな壇分譲地だからとっても温暖、日当たり眺めも最高、何より様々な施設が充実していて安心ですよね。なるほど、だからもう1200以上の家族が住んでるんだ。よし、私のぞみのに決めた。光り輝く街のぞみの分譲地のお問い合わせは SK グループへ。私たちは建設、トビ、仮設解体、プラント、土木工事に至るまで優れた人材を提供しています。西船企業。先進、快適、安心、